その時からも声優さんというお仕事はある程度意識してたはい、そうですね。家で練習とかしました練習とかは、その、あんまりその、何をしたらいいかが全くわからなくて。まね。まねはい、もうとにかくただ好きで見てるみたいな状態でしたね。漫画見ながらさ、そのセリフをちょっと声出して読んでみるとかって言うじゃないあ、なんかそういうことは、うん よりは、なんか、ものまねしてました。ものまね何のものまねクレヨンしんちゃんとか、うん、ドラえもんとか。なるほど。はい、国民的アニメを二つ、出てきましたけども、<laughs> ね、これは、まあ一応言うてもだから、聞かせていただいてよろしいですかわかりました。どっち、どっち、得意な方でいいですよ。じゃしんちゃん。しんちゃんの方でね。はい。じゃあ、お願いします。 ぬの、ねね、おねさん、ピーマン好き納豆には逃げれる方ん俺たち気が合うかもこれはかわいい。<laughs> これはかわいいです。ねす <laughs> 練習してたや。じゃあもう2年くらい練習 <laughs> 2年間も練習しましたか、はい、これオーディションでもやりました。オーディションでやりました。はいはい、よかったね、クレヨンしんちゃん様々ですよじゃあね。本当そうです。ねクレヨンしんちゃんのおかげでよかったみたいなもんですも、ね、そうなんです。